そうか。門と外壁の補強はもうすぐ終わるか。戦が近いという緊張感からか、予定よりも思いのほか早く進行しています。うん、それでは。のばのばのばれ、のばのばれ。それでは兵たちの練度はどうなっている？順調ではありますが、もう少し時間が欲しいところです。今のままでは朝廷と事を構えるには練度が足りておりません。戦には不安が残るかと。足掛け手を掛け、のばのばれ。帝都の様子はどうなっている？何か動きはあるか？はい、そのことですが。徐々目指してさあ行くぞ。ああ、シノノン。お？どうした、ボシュ。さっきから何をしているのだ？これか？これは、ボシュの森だ。ボシュの森？そうだ、ボシュのてっぺんを目指して登る遊びだ。また妙な遊びや。どうした、ボシュ。いや、滑って落ちないよう気をつけるのだぞ。ああ、ちょ、ダメだよ、シノノンちゃん。お、どうした、キュール。どうしたじゃなくて、そんなことしちゃダメだってば。キュールは何を言ってる。てっぺんはまだだぞ。いえ、ですから、兄上の邪魔をしたりしたら。ああ、まあ別に構わぬよ。ここでは一緒に遊べるような子供が少ないからな。やはり退屈なのだろう。ですが。小さな子供のすることだ。好きにさせたらいいさ。兄上がそういうのでしたら。降りてもらうです。兄様も集中できないでしょうから。いや、別にそんなことはないが。子供だからこそ、やっていいことと悪いことの区別はしっかりと教えるべきなのです。それは、それを言われるとな。キュール、降りないとダメか？え、それは、その、できれば降りてほしいかなって。そんな顔しないでください。シノノちゃん、お仕事の邪魔をしてはダメですよ。そうか、ルルお姉ちゃんが言うなら仕方ないな。お姉ちゃん、ただいま。おかえり。どうやって？うまい。父ちゃんやキュールとはまた違う味があった。そうやえ、前から登り心地が良さそうやなって思ってたんよ。シノノンに変な遊びを吹き込んだのはアトゥイか。ああ、すまぬ。続けてくれ。はい。草に探らせていたヤマトの状況についてですが。オウミ、まずは笑いをこらえるのをやめて、こちらを向いたらどうだ。失礼。珍しく面白いものが見られたので、つい。こいつ。帝都における混乱は、突如現れた偽の正常によって沈められた後、徐々に平静を取り戻しつつあるようです。出てくるな。は？いや、何でもない。続けてくれ。周辺諸国もやはり今のところ目立った動きはなく、静観の構えを見せています。どの国も周りの動向を伺っている節があるのです。どこも牽制し合って下手に動けないってことか。こっちにとっては好都合じゃない？未だ戦の支度が十分でない我々としては助かるが、このまま何事もなくとはいかんだろう。できればこの膠着状態を利用してもう一手進めておきたいところだが。報告します。朝廷とおぼしき軍勢が我が国エンナカムイへ向けて進行を開始。すでに国境の堰を突破、
大軍をもってまるで砦を人の身にするかのように蹂躙されたとのこと。想定より早い。しかしこの状況で動いたのは一体誰だ。何か策があるのか。それともまだしばらくはどこも動かないと思ってましたのに、当てが外れてしまいましたね。もう朝廷軍が。ですが朝廷が今の状況で動いてくるとは思えないのです。続けて報告します。敵軍の旗印はデコポンポンのものとのこと。デコポン、あの男か。納得だ。何も考えていない奴だからこそ今の状況を気にもせずに動けたというわけか。王女さんを手に入れようと先走ったな。確かにあの男なら深く考えることも周りを気にすることもしないでしょうね。王妃、正常はいかがなされている。まだ万全とは言えぬお体ですから、お部屋で休んでいただいております。そうか。オシトル、このことは正常には知らせずとも良いと思うが。いや、正常には兵の士気を鼓舞していただく。まさか正常を戦場に立たせる気か。これは避けては通れぬ道だ。正常は御旗となることを望まれた。己のもとに集いし者たちがその手を汚し散っていく。正常にはそのすべてを受け止めていただく。ほう。アニュー、待て。正常に背負わせるというのか。思いのすべてを。過酷すぎる。それを背負うには正常はまだ他の誰にも代わりはできぬよ。どれほど辛くとも正常は高貴なる者の責務を果たさねばなら、我らにできることはただそばに寄り添い支えることだけ。オシトル、お前は。にゃっ素晴らしいにゃも。圧倒的ではないか我が子は。二つ目の席も突破。このまま行けばそう時もかからずに円仲向を落とせるでありますな。さすがはこのわしが率いる精鋭にゃもよ。おしとるなど恐るるに足るにゃも。まるで赤子を相手にしてるようにゃも。かような国の席などデコポンポ様の力をもってすれば砂の城を潰すようなものではあります。して我らの動き、他の連中には感づかれてないにゃもや。問題ありませぬぞ。我々は来たる帝都への攻撃に備えるため演習に出てきたことになっているではあります。今度ばかりは来航毛ほどにも気づいた様子などなかったのではあります。見事花を明かしてやったでありますよ。拙者らの目論みが叶ったとき、あの雷光がどんなほうけた顔をするか今から楽しみでありますな。やっと、そうであろう、そうであろう。どうやらあの玉座でふんぞり返っている王女殿下が偽物だと見られたのはこのわしだけのようなもの。他の者が気づく前にエンナカムイを攻め落とし、本物の姫殿下を手に入れてやるにゃも。そうすれば偽の王女殿下を奉ってる雷光ごときぐうな音も出ないにゃも。そしてゆくゆくはわしが洗ってね。にゃっと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 。しかし他の国は難攻不落と噂されておりますぞ。誰もあんな貧しい田舎に攻め込まんにゃもね。確かめた者がいないからこそそう言われてるだけにゃ。ましてやオシトルは無頼と一戦交え手負うにゃも。その傷はそう簡単には言えてはいないにゃもよ。そうである。はい。ですが戦えるほどには回復しているかと。なに、アクルカの力を使わぬ時点でこけ落としにゃも。確かに古代衆を追撃したときオシトルメは言葉を浪するばかりですぐには戦おうとしなかったであります。以前の悪鬼のような迫力も感じなかったでありますし、
やはり相当傷が深いのではないかと。そういえばあれからブライを見かけないでありますな。ふん、おそらくは帰り道にあったにゃね。口ほどにもね、肉肉しい顔が減ってせいせいするにゃも。だがオシトルを追ったことだけは褒めてやるにゃ。いくらオシトルとはいえ、あの男とぶつかって無事には済まないにゃ。このわしの波動の礎になれたことを誇りに眠っているがいいにゃも。あとはこのような貧弱な国などこの発注商であるわしにかかれば。まっことでありますな。この兵力差であればどんな相手でもひとひねりであります。しかも、ね、わしには切り札があるやも。我が秘蔵のアリはわしに逆らう者すべてを食らい尽くしてくれるんやもん。いや、わしの前に立ちふさがるゴミどもはすべて蹴散らしてくれるんやもん。まずいでおじゃる、まずいでおじゃる。このままでは白殿と戦うことに。何故このようなことになったでおじゃるか。なんとかしなければいけないでおじゃる。今からでも進軍を止めるように。いや、無理でおじゃろうな。おう、どうしたマロロよ。いつにも増して震えているようにやも。それは、お方、前の蛮族どもとの戦いの時のように臆病風に吹かれているのでありましょう。ふん、頭がいいだけで度胸も何もないと来たにゃも。多少は使えるから連れてきてやっているというにゃも。ですが、こたびの我々の勝利はほぼ確定。ガキシ殿の出番は皆無であります。まったくにゃも。こたびの我らの勇姿を見届けるがいいにゃもんよ。そして光栄に思うにゃもん。おめあはわしが天へと上り詰める歴史の生き証人となるにゃもんね。そうでおじゃりますな。もういっそのことすべて投げ出して白殿のもとへ。いや、それはできぬでおじゃる。今やマロの家とデコポンポ様とは密接につながっていて、出奔すれば我が夢となると。は、白殿、今どうしているのでおじゃるか。マロはどうしたらよいのでおじゃる。デコポンポの軍は止まらず、まっすぐこちらを目指して進軍中とのことです。進路は変わらず、ただまっすぐと。何か考えがあるとは思えないのです。確かに強引すぎるな。ただ進軍してくるだけで策があるようには。真正面から潰しにかかるつもりか。己の力によほど自信があるんだな。ただデコポンポの采配師にはマロロがいるはず。あいつがこんな多大な損害を被る愚策を取るとは。そういえばマロロが言っていたな。采配師としての自分の意見を聞いてもらえない。どうやらあの男、今回もマロロの言葉に耳を貸していないと見える。奴の力も価値も知らずに、自分を彩る飾りとしてしか扱わないつもりか。ああ見えてマロロの采配師としての才能は侮りがたいもの。敵に回せば厄介な相手だというのに。だが奴らの失策に付き合ってやる義理はない。そうだな。最善手を尽くさねえ奴に明日はないってね。情けをかければこっちが危ないんじゃない。我らに刃を向けることがいかに高くつくかを知らしめるため、完膚なきまでに潰す必要がある。これが実質兵の初陣となる。お前たちの育てた精鋭たちの戦をこの目で見届けさせてもらう。はい、兄上。ああ、期待していいぞ。
彼らはこの日のために歯を食いしばって耐えてきた。そのせいか、見てやってくれ。楽しみじゃない。では皆の者、出るぞ。突撃にゃも、踏み潰すにゃも。にゃぷぷぷぷぷぷぷ、我が精鋭に恐れをなしたにゃもか。矢一本飛んでこないにゃも。これぞ秘策、ひたすら突撃でありますな。見事にゃも、さすがはこのわしの精鋭どもにゃもよ。いや、変なカムイの呪文は強固と聞くでおじゃる。うちにこもって守りを固めるのはむしろ当然。テコポンポ殿、うかつに呪文に近づくのは危険でおじゃる。考えなしの突撃は。何を抜かす。知識だけの学習不随が真の者の負の策に文句をつけるなど肩腹痛いにゃも。そうですぞ、何を言っているのであります。まあいいにゃも、奥下のなら隅で震えておれ。そして我が武勇を見て真の強さとは何かを知るにゃもや。いや、まなども、いけいけ。相手が脆弱だからといって情けなどかけるでないにゃも。辺境の田舎者どもにわしの華麗な姿をたっぷり見せつけてくれるにゃも。おほ、仰せのままに。俺、ネコポッポ様のお通りになる道を開くであります。使えぬものはいりませんぞ。どんどん前に出るのではあります。やはり止めるのは無理でおじゃったか。みんなかむいは確かに堅牢でおじゃるが、牢城が通用するのは外からの援軍に当てがあるときだけ。長引けば縁仲間は不利、いつまでもこもってはいられず、いずれ刃を交えねばならぬでおじゃる。そうなれば数に劣る縁仲間に勝ち目はないでおじゃる。縁仲間陥落時に戦をすぐに収束するよう進言するしかないでおじゃるよ。テコポンポ殿も無益な殺生をするほど無慈悲な方ではないでおじゃる。なるべく神を傷つけぬようにするでおじゃるよ。オシトルさん、クオンさんの残していった目くらましを持ってきました。これが最後の一つだったようです。そうか、一つでもないよりはマシだな。それと進めていた縄文の作業が終わりました。なんとか間に合ったか。報告します。デコポンポ側に動きありとのこと。進路そのままこちらへまっすぐ進軍してきます。来たか。ついに戦が始まっちまう。震えてきやがった。相手は八中将、しかも大軍で来てるって聞いたぞ。嘘だろ、そんなのを相手に戦うのか。嫌だ、死ぬのは嫌だ。兵の間に不安が広がっている。ろくに覚悟もできていないというのに冷静にいろという方が無理な話か。だがこのまま座して死を待つわけにはいかない。やるしかないのだ。この大いなる戦によくぞ集った。勇敢なる精鋭たちよ、貴公らは平和を愛する心優しき民。初めての戦を前にしてさぞや不安に感じていることだろう。血で血を洗う戦いに怯えていることだろう。だが恥じることはない。それがしは知っている。
貴公らがこれまでどれほど苦しくも厳しい訓練に耐えてきたか。貴公らが力を合わせ寝る間を惜しみ、どれほどの石垣を積み上げ砦を強固なものとしたか。それは強い意志と勇敢な魂を持つ者にしか成し遂げられぬことである。さあ、自らを誇るがいい。エンナカムイの高き勇者たちよ、これより始まる戦はこの国の存亡をかけた一戦。もし敗れることあらば、愛すべき祖国は蹂躙され、親兄弟は虐殺され、国土は怪人に帰すこととなろう。だがそうはさせぬ、断じてさせぬ。今やエンナカムイは鉄壁の要害であり、貴公らの闘志は無双の剣である。もはやどのような敵にも遅れは取らぬ。これは揺るがぬ確信であり、万人が認める事実である。それゆえにエンナカムイの民よ、今ここに約束しよう。圧倒的な勝利を。貴公らの大切な家族を守り、愛すべき国土を守り、貪欲な侵略者どもを完膚なきまでに叩きのめすことを。忘れるな、貴公らは常に正常の大いなる御心と共にあることを。我らこそが大和の正統なるこの絵、この戦の大義も正義も全ては我らと共にある。出陣に先立ち、偉大なる正常御自らおいでになり、貴公らを謁兵する。慎んでそのお言葉を賜るがよい。なんだって、正常から、かの天上の君からお言葉を。信じられねえ、俺たちのような田舎者にまさか。姫殿下のご出座である。アンジュ様、どうかなさいましたか。お顔の色が優れぬようですが。いや大丈夫じゃ、心配いらん。オシトル、聞いていないのじゃ。ここまでとは、要は聞いていないのじゃ。つまり世から兵たちに激励の言葉をかけよということじゃな。はい、これからエンナカムイはいくつもの戦に身を投じることとなりましょう。その矢面に立つ兵たちを鼓舞するためにお言葉をいただきたいのです。ふむ、これは兵たちの士気高揚のために必要なこと。正常を自ら勇気づけ、大義を解けば兵たちも迷わず戦えましょう。なるほど、喜んで引き受けるぞ。そのようなこと、いつものことじゃからな。さすがは正常、頼もしきお言葉ですが、まだ十分とは言えません。もう一つ、そのお心に留めてほしいことがあります。ん？なんじゃ？これより先は、もはや平和な宮廷行事のようにはいきません。正常は戦場に立ち、今まさに殺し合いをせんとする兵たちに語りかけるのです。例えるなら、正常は一点の曇りなき旗印、兵たちの希望にして心の拠り所、決して恐れをあらわにしてはなりません。弱音を吐くことも、敵から逃げることも、何より
戦場で起こる全てのことより目を背けてはなりません。それはどれほど凄惨な光景になろうとも決して。要はそんなに臆病に見えるのか。姫殿下、戦場に立ったことが終わりか。ないが、それが何だというのじゃ。戦場は恐ろしいものです。想像するのと実際に目の当たりにするのとではわけが違います。十分な鍛錬を積んだ兵であろうとも、ふとした拍子に恐怖に駆られ逃げ惑うのですから。それゆえ兵たちの心の拠り所にして見果たたる姫殿下は、目をそらすことも逃げ出すことも許されぬのです。万が一にも正常が臆すれば、我らは即座に瓦解することとなりましょう。わかったのじゃ。任せるがよい。心配などいらん。ちゃんとやってみせるぞ。知らぬ。こんなのは知らぬのじゃ。アンジュ様、正常。ホシトル、言ったはず。目をそらしてはならない。決して逃げてはならないと。じゃが、要は全てを諦めて屈するのか、それとも戦うか、選ぶのは正常自身。それはこのエンナカムイもテイトも全てあの偽物に明け渡してしまわれますか。そしてお父上の眠る墓すらも。それだけは絶対に嫌じゃ。アンジュ様、よい。世は帝、アンジュじゃ。おお、あのお方が、姫殿下が俺たちのような門の前に。なんと美しいんや。エンナカムイの愛し子たちよ、忠実たる精鋭たちよ、よくぞ世の旗のもとに参じてくれた。今や天下の聖堂は地に落ち、帝都は世の名を語る偽物に占拠され、ヤマトは関心族との跋扈する地となり果てた。世はヤマトの正統を継ぐ者として、これを正さねばならぬ。不忠なる族とどもは国中を荒らし回り、間もなくこの地にも攻め寄せよう。そなたらにとってはまさに青天の霹靂。世の振る舞いはたかが小娘のわがままに過ぎぬ。そう思う者も少なくないやもしれぬ。だがそれでもどうか世についてきてほしい。世にはそなたらの力が必要なのだ。乱れた世に平和をもたらすため、族徒を打ち滅ぼし、帝都を、玉座をこの手に取り戻さねばならぬ。新たな帝としてこの大和に秩序と義が満ちる様を見届けねばならぬ。エンナカムイの勇者たちよ、どうか世の矛となり盾となり、その力を貸してほしい。さすれば世はあらゆる戦場に赴き、そなたらに天の加護を授けん。天命は常に世と共にある。そなたらは数えきれぬ勝利と共に
それは知ることとなるのじゃ。おお、なんとありがたきお言葉。正常の矛となり、この身を捧げますぞ。我ら四股の見立てとなりて、正常をお守りせん。すべては正常のために。偉大なる正常に輝かしき勝利を捧げ。世は最後までこの目で見届けようぞ。賊と討滅の御事の理は下った。もはやこれ以上のお言葉は無用。あとは天が導くこととなろう。エンナカムイの王子よ、いかがか。正常の御事の理、しかと受けたまわりました。エンナカムイは一丸となり、その神明を閉じて正常にお仕えする所存。さあ同胞たちよ、我らの忠義今こそお見せする時。義は我らと共にある。皆の者、出陣。にゃぷぷぷぷぷ、あとはあそこさえ破ればエンナカムイの本丸にはもう。姫殿下はすぐそこ。わしの立身の始まりももうすぐにゃもよ。デコポンポ様、ここからはどのように攻めるでありますか。決まっておる。あのような痩せ細った国などに小細工などいらぬにゃも。蹂躙にゃも。案ずるな。いかな力を持っても奴らが門を通ることはかなわぬ。そういや、すっかり忘れてたな。とはいえ、さすがに数に物を言わせるだけあって激しい攻めですね。だが、それもとろうに終わろう。なあなあ、押しとる。もう行ってもええ？うち、我慢できそうにないえ。まだだ。もっと引きつける必要がある。もう十分やと思うけどな。勝つだけであればな。だが我らの士気を高めるため、何よりエンナカムイに容易に手を出させぬために干渉せねばならぬ。兄様、本当にあれをやるのです？策に変更はない。いかに戦力差があろうと、地の利は我らにある。まして向こうは我らを弱兵と侮っている。そこにこそ付け入る隙がある。だが本当にデコポンポは誘いに乗ってくるのか。来る。常に功を焦る奴は耐えるということを知らない。時間が経てば必ず痺れを切らそう。まして奴は人一倍自尊心の強い男。そこを逆なですれば頭に血が上り、周りが見えなくなるだろう。その時こそ我らが策のなる時。なるほど。しかし今回の策を聞いた時はさすがに驚いたぞ。まさかオシトロがあんな策を言い出すとはな。そうですね。この絵大将ともなればもう少し上品な戦いをすると思いましたが。対面にこだわって負ければ何もかも失うことになる。幻滅したか。いや、むしろ面白い。こうなったら思いっきりやるだけだな。そのように言ってもらえるとそれがしも気が楽だ。そうやけど、お楽しみが目の前にあるのに何にも
できひんなんて、ママ殺しやわ。あと少しの辛抱だ。あと少しで退屈であったことが懐かしく思えてこよう。楽しみに待つといい。ミヤモンモ、どうした？なぜ未だに門を破れんやも。どうやら思いのほか門が固く、突破し破れている様子ではあります。手こずっている場合やもか。一気にぶち破るのだ。兵を回すにゃも。承知ではあります。北条衆、突撃ではあります。やったであります。これで何にゃも、これは岩で門が塞がれているではあります。これでは城内に入るのではないにゃもか。押しとるね。デコポンパ様、あれを。いい眺めじゃない。それじゃあ手っ取り早く仕事を済ませるとしますかい。てめえら始めるぞ。なんやもやつらは。攻撃を仕掛けるようには見えないでありますが。おいおい、どうしたどうした。それでも攻めてるつもりなのか。ぬるすぎてあくびが出しまうじゃない。なあなあ、デコポンポってのはどこにいるんだ。なんかそれらしいのは見当たらねえけどよ。バッカおめえ、もしかしてデコポンポがオストル様のような方とでも思ってたんか。無能な七光って噂されてるあれがよ。なんだべさ、その無能な七光ってのはよ。ああ、なんでも親である前の将軍は素晴らしいお方だったんだが、その息子はとんでもないボンクラだってよ。とても親の後なんて継げねえって言われてたんだが、将軍は息子が後を継ぐことを帝にお願いしたんだと。あまりに必死な願いに帝も哀れに思ったのか、それをお認めになったって話だ。そんな息子はそれを信頼で自分の実力と勘違いしちまってるって噂だけどな。知らぬは本人ばかりなりか。哀れだなや。偉大だった前将の唯一にして最大の失態と言われてるくらいだしな。おいおめえら、死人に鞭打つようなことを言うもんじゃねえぜ。たとえそれが本当のことであったとしても、いや、本当のことだからこそ触れてほしくないことってのがあるじゃない。だからよ、そういうのはちゃんと本人に言ってやらねえとな。バーカバーカ、七光のアホボンボン。お情けで将軍様にしてもらったと知った気分はどうで。本当は恐ろしくて前に出れねえんだろう。悔しかったらここまで来てみろ。それ、お尻ペンペン、クソ食らえってな。しているでおじゃるか。そんなことをしたら。おのれ、言わせておけば。それおまけだ。これも食らえ。血祭りにあげるにゃも。
これはひどい。それなりに効果があるとは思いましたが、実際に見たら随分と。なんて低俗なのです。だが挑発というものは単純で下劣な方がよく響く。そして少しでも身に覚えがあればなおのこと、耳元で鐘を打ち鳴らしたかのように響くことだろう。とはいえ少しばかりあちら側が気の毒になってしまいましたよ。おや、こっちまでおいで、お尻ペンペン。死ぬの？お？シノノンちゃん、女の子なんですから真似したらいけませんよ。そうだぞ、シノノンはやらなくてもいいのだからな。そうなのか？よかった、私の役じゃなくて本当によかった。さすがにキュールにやらせるわけにはいかないです。立場というものがあるですから。そうですよね、さすがにまずいですよね。ああ、だがもし必要とあれば汚れ役を引き受けるのも将としての務めだ。兄上、デコポンポがあの挑発に乗らぬのであれば、それがし自ら行うのもやぶさかではなかった。敵の総大将が尻を出して挑発するのだ。これ以上の屈辱はあるまい。あの男は烈火のごとく怒り、城壁を駆け上がってこよう。どうした？兄様、ちょっとよろしいです？どうした猫、ね、これ。とにかくこっちへ急いでくれ。もう間もなくここが戦場に。すぐ済むですから。もうすぐ戦いになるので、今のうちに休憩してもらっているのです。そうなのですか？そうなのです。次の段階に進んだら、着付け薬を飲ませて、すぐに起きてもらうですよ。おやおや、相変わらず仲がよろしい。あの岩を打ち壊せんにゃも。それでは門を抜けられんではないにゃもか。しかしあれほどの大岩、壊すには無理があるのであります。そうでおじゃる、このまま岩の前に張り付いて上より火のついた油でも落とされてもしたら。おしとるめ、こしゃくな、もはや辛抱ならんにゃも。あれほどわしをコケにしたのだ、ただではすまさんにゃも。全兵力を持って蹂躙してくれるにゃも。工場と縄文に近づけるにゃもよ。下がダメなら上から攻め落とすにゃも。行け、見事おしとるの首を取った者には格別な報奨をくれてやるにゃも。工場棟が近づいてきます。兄上、全ては予定通りだ。では最後の策といこう。ノスリ、これを。これはクオン殿の置き土産だ。あの時荷物も持たず出て行ってしまったからな。クオン殿の意に沿わぬかもしれぬが、我らもなりふり構っておられる。もしクオン殿が怒るなら、その時はまたそれがしがその怒りを受け止めよう。大丈夫だオシトル、その時は私も一緒に受け止めてやる。うちもや。私もなのです。俺もだね。仕方ありませんね。なんとかいい言い訳を考えておきましょう。すべては御心のままに。
兄上。ありがとう。皆の思い受け取った。では宴を始めようか。威勢がいいからどれほどのものかと思ったらこの程度にはもう所詮口だけの強がりということには無理。砦の中に引きこもっているのを見ますと今になって自分のやったことに震えているのでありましょうな。今さら嘘にゃも、わしをバカにしたことを後悔させてくれるにゃも。お待ちを、ここまで無抵抗なのはきっとかかったな。貴様のような見えっ張りのことだ。必ずそうすると信じていたぞ。あのような大物を持ち出せば細い上に動きが読みやすく格好の的だ。何よりそこに兵の大半が集まる。ノズリ、それが最後の一つだ。しくじったら後がないぞ。ああ、構え。これは一人とはなんと無謀な。今さら何をしてももう遅い。このまま蹂躙してくれる。よし撃て。至近距離から目くらましを食らった感想はどうだい。すごいぞお姉ちゃん。ふふん、私にかかればこんなの朝飯前だぞ。すごいな、もう一度朝飯が食えるのか。そんじゃ下がらずしろ。ここにいたら邪魔になるじゃない。この先の光景をシナモンに見せるわけにはいかねえからな。悪の旦那が死んじまったせいか、最近の旦那が前のような甘さがなくなったみてえな。時折見せるあの告白さ、背筋が凍るな。おしとら、もうええな、もうええな。ここまで焦らしたせいか、どいつも鉄を溶かさんばかりに気が高ぶってる。ああ、待たせたな、アーティ。全軍、抜刀！正常にあだなす逆賊に鉄追よ！聖堂を奴らの血で赤く染め上げよ！姉上の障害を排除します。よし、放って。
長に行くです。みんな大丈夫か？力になれるのなら切り捨てる。攻撃に移る、攻撃に移る。見てろよ、まだまだ。取れ。どうだ、見てろよ。手加減は苦手ですね。離れた敵なら私が。名を上げてやる、名を上げてやる。当てる。まだか。待ってください。見てろよ。姉上の障害を排除します。長期さてさて、逃がしません。ご覚悟を。
ぬのか。よっと、ちょっと現実見せただけ。大丈夫か？早く終わらせないと。これでやったかな。切り捨てる。攻撃に移る。攻撃に移る。ひるむな。当てますか？やるな。気にはさせん。障害を排除します。長期発射。まだまだ。手加減は苦手ですね。射抜く。まだか。やらせん。出番か。加勢する。差し受け。うちに任せてや。倒産。こんなもんけ。名を上げてやる。無理だ。ごめんなさい。はっ。大丈夫。ごめん。やったか。名を上げてやる。射抜く。行きます。を尽くそうぞ。せめっせよ。
押し返してくれる。攻撃に移る。浅い。逆らう者は容赦するな。くらえ。甘い。やってくれる。ここで止める。ご覚悟を。手加減は苦手ですね。名を挙げてやる。この程度。やってくれる。やったか。射抜く。まだか。当てる。覚悟を。バカな。こんなところですか。まあ当然でしょうか。守ります。行こう、ココポ。体が冷たく。やっぱ。体が
応戦する。覚悟を。さてさて、消えてください。障害を排除します。こんなところですか。ごめんなさい。まだいける。ごめん。浅いか。慎重に行くです。鳴らせ。アツイ殿、客人がお帰りとのことだ。土産を差し上げろ。それじゃあ行く。そういやさ、下にいる連中にも油を浴びせかけよう。
反撃に転じるにゃもよ。逃亡は許さん、処刑してやるにゃも。聞いておるのか。おい、おめえ。せえ。もう。怯えろ。おののけ。恐怖の味に溺れ、仲間を踏みつぶしながら逃げ回るがいい。逃げた先は地獄だ。先に行った仲間たちが待っていると。そう、自分たちには完璧な勝利以外許されない。逃げ、くっ、復兵。わしら軍勢がどうなっているでありますか。我々が攻め込んでいたはず。それがどうして。これがオシトル殿の本気なのでおじゃるか。まるでオシトル殿のこと何も知らなかったでおじゃる。おじゃるはこれじゃなかった。ただの、これか、こんな一方的な殲滅が本当に戦いなのでおじゃるか。目をそらしてはなりませぬ。オシトル、彼らは正常の矛。彼らが被る地は正常の被る地。民と共にあるとするなら、この光景もまた正常のコールであり罪なのです。故に正常は最後まで見届けねばなりません。この光景に震えるのならそれなしが手を貸しましょう。どうか最後までお見届けを。オシトル、分かっておる。夜は引かぬ。この光景すべて飲み込んでみせるのじゃ。兄様、これが兄様がすべてを託したわけなのですか。これが、ボコイなんて早く何とかするにゃも。そうは言われましても。そうじゃマロロ、何をしておるか。早く何とかするにゃも。こんな時のためにおめあを飼ってやってるにゃも。見ておじゃるよ。やも。もはやここから立て直すことは無理でおじゃる。どんな策を講じたところで、すでに兵たちの心は知事に乱れているでおじゃる。何を叫んでも耳には届かず、故に何一つなすことはできないでおじゃるよ。この役立たずが、おめえにどれだけ金をつぎ込んだと思っているにゃも。これでは拉致がわかぬ。撤退にゃも、帝都へと一時引き返すにゃも。了解であります。反転するであります。下がれ。デコポンポ殿、兵たちを見捨てていくでおじゃるか。何を言うにゃも。増兵たちを気にかけてわしが命を落としては意味がないにゃも。それにこのデコポンポさえ生きていれば、この程度の軍勢などすぐに用意ができるにゃも。そうであります。デコポンポ様と拙者が生き残ることこそが一番重要なのではあります。少年、それは一軍の将の言葉にしてはあんまりでおじゃろう。やかましい。無能の役立たずが何を抜かすにゃも。そんなに奴らを助けたいのならお宮が残って何とかしてやるがいいにゃも。できぬくせに偉そうな口を叩きよって。行くにゃも。
役立たずは役立たずなりに身の程を知るであります。マロは、マロは、敵の大将が逃げる気みたいやえ。負けたからって配下を見捨てて逃亡とは、将の風上にも置けないやつだな。大事の時こそ人の本性が現れると言いますからね。だがこのまま逃がすわけにもいかぬ。増強ども焦っておけ。それがしたちも下に降りるぞ。正常が欲するわ。八中将デコポンポの首ただ一つ。なの、まさか最初から兵を隠し我らを。デコポンポ様、どうするであります。囲まれてしまったであります。どこにゃも、おめはわしが誰だか分かっての狼藉にゃもか。分かっているとも、逆賊デコポンポ。おしとる。これで罪だ。何よこの花持ちならぬ若造めが。なるほど、それが遺言ということで良いのだな。正常に刃を向けたのだ。もはや生かしておけぬ。しかし貴様も先帝に仕えし者、せめてもの情け、将としての誇りが残されているならば自ら腹を裂け。待て、待つにゃもおしとろ。手を組むにゃも、わしとおめあとでな。手を組むだと。そうにゃも、わしとおしとる、おめあたち仲むいとだ。それは良い考えでありますな。おしとる殿の武とデコポンポ様の知略が合わさればまさに最強であります。この人は何を言ってるのです。本物の姫殿下を抱えるおみやと大軍勢を従えるわしが組めば、この国はお前のままじゃ。もう来航など敵ではない。こんな狭苦しい小国に引きこもることもないじゃ。もう大和を好きにできるにゃもよ。悪い話ではないじゃ。もうねえ、やれやれ、見苦しいね。親父から武士の散り際は華やかであれと教わらなかったのかい。そうやな、こんな不粋な初めて見るえ。なあおしとる、どにゃも、おめえも男なら断る理由なぞ。こんなのが誇りある発注書。それで話はもう終わりか。聞く価値もない、時間の無駄だ。正直なんやも。正常の懐刀であるそれがしが貴様のような輩と手を組む、それは何の冗談だ。おみゃ、貴様には大切な役割を残してある。見逃すつもりなど毛頭ない。正常に刃を向ければ高くつく。それを世に知らしめるための逃げとなってもらう。一度構え。なんだ、ついに諦めて開き直ったのか。バカめ、そんなわけないやも。今までのはただの時間稼ぎにやも。この檻がやってくるまでのね。あれが檻だというのか。
なんと巨大な。まったく、最後に我らの元に下る機会を与えてやってにゃもん。バカな奴らにゃもん、つまらぬ意地を張り寄ってからに。だがもう遅いにゃもん。あの世で後悔するがいい。ボコイなんて、あれを解き放つにゃもん。了解であります。あれだと。デコポンポ、何か隠し種でもあるのか。さあ覚悟するにゃも。これがわしの切り札にゃもよ。の奥地に生息してる獣さ、あの通りでかい図体の上、獰猛かつ凶暴でな。里に降りられた獣は血の跡を残して一人一人いなくなるって厄介なやつだ。あのウズウルシャをグンドルアも飼いならして大和攻めに使おうとしてたんだが、それ以前に捕まえるのすら一苦労で結局諦めちまったって話じゃ。そいつを捕まえるとはね、腐っても発注症ってことか。すごいなあ、あれを手なずけるなんて。ちょっと見直したい。やっぱ、かの遠征の後に秘密裏に捕らえておいたにゃも。まあ捕まえる際、兵が100人ばかりまるっと消えてしまったにゃもが、そんなな些細な問題にゃも。まあ、それを些細で済ますのか。大いなる犠牲なのであります。だが苦労した甲斐はあったにゃ。この牙は全てを貫く、体は傷をつけることさえままならん化け物にゃもり。それに引き換え知っているでありますぞ、オシトル。あのブライと戦った傷がまだ完全には癒えてないということ。そうにゃもう。そんな状態でこのわしの切り札を相手にできると思うにゃのか。確かにたやすくはない。だがそれだけだ。生意気にやれ。さあ行くにゃも。この不届き者どもを全て食らい尽くしてやるにゃもよ。ポッポ様、ボーイだって。やっこ、助けて。
ます。来るな。預けられていなかったようだ。このような最後はあの意味デコボンコらしいか。ぽんやんやん、せっかく見直したのにな。幻滅やえ。兄上、このままでは。落ち着け。背を向けると襲いかかられるぞ。でも背を向けなくてもあまり変わりはないようですよ。どうやらあの二人では足りなかったみたいですから。我らの真骨頂だ。ええ、いつでもやるぞ。だな。やったうちの出番や。クリオの息吹放ちて。もう絶対に。神聖なる安らぎを。任せるじゃない。
てのお楽しみ。私に任せるがいい。うむうむ。姉上の障害を排除します。こんなところですか。任せるじゃない。この距離なら。カクリオの息吹放ちて。邪魔をするのは誰なのです。何？
ここで眠っていろ。行こう、ココポ。障害を排除します。長期こんなところですか。この力で跳ねるよ。それじゃ行くえ。ドイツから行くからね。
ココポ、大丈夫？シャドウが湧いてくる。皆さんのお役に。うまくいきました。これでまだ倒れないと。丈夫だね。これだけ痛めつけられてもまだまだ元気そうじゃない。楽しくなるのはここからよ。手負いの獣はこれからが面白くなるんよ。物騒なこと言うな。だが言う通りだ。このまま長引けばこちらの被害も小さくはない。奴は生き残ることを選んだようだな。そんな、行けずよい。どうする、追うか。いや、下手に追い詰めればそれこそ手負いの獣と戦う羽目になる。あれと戦って勝ったとしても得るものより失うものの方が多かろう。そうだな。今は撃退できただけでよしとするか。それに気がかりなことが。終わった。すべてが終わったでおじゃる。なんと虚しい。マロ、自分は白ではない。白ではないんだ。以前のように親しく声をかけるわけにはいかない。だがそうなると、なんて声をかければいい。自分はオシトル。正常を守り、エンナカムイを率いる将。そしてマロの敵。マロロよ、忠義に熱いお前が何をしている。投降せよ。そして我らが正常の御旗へと下れ。お一人とも。何よりマロロの才、溺れさせておくには惜しい。その手腕、正常とヤマトのため存分に振るってはくれないか。頼む、従ってくれ。お前に縄をかけるような真似はしたくない。まさか正体を見破られた。オイストル殿は今のような冷たい異様を、冷たい瞳をする男ではなかったでおじゃる。あのような
残酷で恐ろしい策を平然と行うなど、オストル殿ではないでおじゃるよ。見破られたわけではないのか。心の内を悟られないようにと高圧的になりすぎたか。マロの知っているオストル殿はあのような真似はしなかったでおじゃる。一体何が。それは教えてほしいでおじゃる。一体。黙れ。黙れ。それがしはオシトル、ウコンエ大将オシトルである。それがしは負けるわけにはいかぬ、決して負けられぬ戦をしているのだ。勝つためならば地にも這いつくばろう、泥水だろうとすすってやろう。立ちふさがるものがあれば、幾百幾千の束ねをも築こうぞ。それがそれがしのウコンエ大将たるオシトルが果たすべき役目である。違うか。オシトル殿。兄様。何が、本当に何があったでおじゃるか。ハク殿。あ、そうでおじゃる。ハク殿に、ハク殿。ハク殿はどこにいるでおじゃるか。ハク殿なら何があったのか知ってるでおじゃるよ。ハクか。ハクは。ハクは死んだ。ゆえ、何を言ってるでおじゃるか。嘘でおじゃる。ハク殿がそのはずないでおじゃるよ。嘘ではない。ハクはブライトの戦いで死んだのだ。嘘でおじゃる。ハク殿はそう簡単に死ぬような御仁ではないでおじゃる。マロ、そっか。お前は自分を信じてくれるのか。すまない。それでも帝都を後にする道すがら、悪はそれがしを追ってきたブライとの戦いで命を落とした。アクルトゥルカとの戦いに巻き込まれれば、誰であろうと無事には済まぬ。そんな。済まぬ。しかし、オシュトル殿を追ってきたということは、そこにはオシュトル殿もいたのでおじゃるか。ああ。ならばオシュトル殿はウコンエ大将ともあろう者が友を助けられなかったと。違う。ハクは、奴は、オシトルは。それがしよ、我らを守ってくれたのだ。動くことのできなかったそれがしとブライの間に割り込み、身を挺してかばってくれた。兄様、その言い方では。そんな。マロロ、我らと共に来い。悪い話ではないはずだ。お前にとっても、ハクの仇を討つこともいずれ。マロロ、友が死んだというのに、オシトル殿は
まだイクチャを知るのでおじゃるか。おひとり殿にとって、おひとり殿にとって、マロは、マロはもう、もう戦なの。兄上、追いますか。いや、今のマロロには何を言っても聞いてはくれぬだろう。時を待つしかあるまい。ですが。戻るぞ、凱旋する。兄様、マロロもきっと分かってくれるです。ああ、そうだな、そうだといいんだがな。そうな歓迎じゃない？ココポも大喜びみたい。うわあ、今日の宴会は美味しいお酒が飲めそうよね。オシトル。聖城。大義であった。発注書を完膚なきまでに打ち砕くとは、世は感じ入ったぞ。さすがは世のオシトルなのじゃ。もったいなきお言葉。しょうか。しかし今回は敵が我らを侮っていたからこその勝利。これで円中身には容易に手が出せぬと知らしめることができた。だが逆に言えば、次に仕掛けてくるときは本腰を入れてくるということ。その時は今回のような小手先の策など通用しない。戦力を増強できなければ、その時は。ん？どうかしたのか。いや、ならばよいが。では戻ろうではないか。今宵は宴じゃ。ああ、また。何事か。オシトル様、ご報告申し上げます。新手の軍勢が城門に迫っております。なんだと。間違いなくヤマトの軍勢です。オシトル、先走ったデコポンポが敗退するのを見越していたとしても、あまりにも早すぎる。今一度兵を集めよう。城門へ急ぐぞ。あれか。あの位置では姉上やキュウリさんならともかく、波の腕ではまともに矢が届きませんね。動きはありません。まるで何かを待っているかのようにずっとあのままです。一体どういうつもりだ。やはり定石通り兵糧攻めか。しかし天然の城塞であるこの円中向を囲むのに兵の数はあれで十分なのか。あれは。我は左近衛大将三日月。オシトル、オシトルはいるか。
なんじゃと、三日月にそういないのか。間違いなく三日月様です。では私たちに交流するために。うむ、三日月、左近とはのっちゃんさっちゃんと呼び合った仲だぞ。この友の危機に駆けつけてくれたに違いない。左近衛大将三日月といえば目つきは悪いが忠義に厚い男ですから。ま、本物の王女を見間違える男じゃないじゃない。うちは一度戦ってみたかったけど仕方ない。三日月様。兄上、早く三日月様を出迎えに参りましょう。待て。皆はここで待機していてくれ。は？ことが済むまで何人たりとも城門を通すな。それは一体どういう。ついてく。主様だけを行かせるわけには参りません。いや、お前たちも来てはならぬ。これは命令だ。守れぬならそれがしはもうお前たちの主ではない。猫ね、正常を皆を頼む。